今日は、イエス様が死からよみがえられた、このイースターの復活説の日でございます、えー。マルコによる福音書で、えー、この十字架あ、そして今日のこの十六章の、えー、イエス様の復活の場面を見ていきたいということで、えー、こう続けてマルコを開いております。 まあ、中心聖句は、うん、6節ですね、この天使の言葉ですが、するとこの若者は言った、えー、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたなざれ人イエスを探しているのであろうが、イエスはよみがえってここにおられない、ご覧なさい、ここがお納めした場所である、えー、イエスはよみがえってここにはおられない。 マルコニュー福音書では、この復活されたイエス様にこう出会うという場面は、今読みました箇所には書いてないんですね次、次に移るわけでありまして、まあ、そのことも含めて、まあ、この箇所から、えー、復活ということをですね、私たちはあのメッセージを聞きたいと思うのであります。えー、驚くことはないと書いてますよね。 驚くことなんでありますね。どきを抜かれることなのであります。信じられないことなのであります。どうしてでしょうかイエス・キリストの復活にしか当てはまらないからです。たった一つの事例しかないからなんですね。だから他で比較するとか他で探すということがない。 そしてもう一回起こる。もう一回起こるのが、このイエス・キリストの再臨された時に、信じる者が死から復活するということが、もう一回起こる。で、もう一回起こることは、一人ではなくて、イエス・キリストを信じる多くの者が蘇るということが起こるということですね。ですから、今、たった一つ、このイエス・キリストの蘇り、復活、 勝つということを、えー、こう信じている信仰がキリスト教信仰になるわけであります。えー、信じるものにとりましても、また否定するまあまあケチをつけると言いましょうかね。ものにとりましてもどこがまあその対立点なのかですね。何をもって信じるのか、何をもって信じたいのか。 いう決定的なことがこのイエス・キリストの復活になるわけですね。キリスト教の2000年の歴史の中でいろんな国に入ってそれぞれこう、まあ、キリスト教の、まあ、あり方と言いましょうかで、ね、やっぱりこう国らしさが出てくるわけですね。アメリカはアメリカ、えー、韓国は韓国ですねヨーロッパはヨーロッパ、まあ、日本は日本のという、まあ、国らしさがございますね。 また、個人的にも性格がございますから、穏やかな方、また激しい方、まあいろいろなこう性格の違い、文化の違いがございます。じゃあ、キリスト教は何かというと、イエス・キリストの復活を信じる。ここが一番大事なことなのであります。福音書の後に、 使徒行伝という、このイエス・キリストの福音がどうやって伝わっていたかというですね、この記録がありますね。で、そこを読んでみるとわかると思います。イエス・キリストは蘇った。イエス・キリストは蘇った。って、この、まあ、メッセージ、この主張と言いましょうかですね。それをこう、大胆にこう、伝えているわけであります。イエス・キリストの十字架よりも、 まあるる意味は前面に出てるわけですねでじゃあ何で復活したのという説明としてある意味ではこのイエス・キリストの死十字架の死ということを言っている。ですね。よみがえったお方今生きているお方はいやよみがえったということは死んだんですよねそうです。じゃあ死んだっていうならどうして死んだんですか畳の上で死んだんですか穏やかに死んだんですかいやいやその方は十字架に ついて死なれたお方が蘇ったんです。で、今日のこの箇所もそうですよね、六節。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザルベイエスを探しているのであるが、イエスは蘇ってここにはおられない。イエス・キリストの十字架の死。そして、そのイエスは蘇って、まあ、墓にはいない。その 遺,体遺骨はそこにないというんですね。この場面でもこの最後、えー、と8節言いますとね「女たちはおののきを恐れながら墓から出て逃げ去ったそして人には何も言わなかった恐ろしかったからである」。このの復活の出来事 天使たちに伝えられた、今読みましたね。このメッセージを聞いて、女たちは、よかった、ね、ハッピー、ハッピー、いや、すごいな、っていうふうにはなっていないですよね。復活の場面って他から見てもそうなんですね。まあ、アニメちょっとこう、時間がかかっていってるのは確かでございます。なぜ時間がかかっていくのか。 それはやはりこの復活という出来事があまりにも信じられない。つまり他にないからでありますね。ですから、ある意味では見ても信じられないという面があるわけですね。死からの蘇り、復活ですね。世の中にはいろんな 宗教がございます。宗教という名が使う限りは必ず死というものにメスを入れなければなりません。これがやはり宗教とあるゆえそれも人間として何らかの宗教は持っているべきだというそういう考えがありますね。その時に健全な、また本当に人の人生を、また人の死後を 本当にこう,救う宗教があるるとするならば死というものにまともにこう、対決していかなきゃいけないですよね、死ということをごまかしてはいけないのであります、キリスト教もそうですね、死ということにいささかもごまかしや奇弁、嘘偽りを言ってはいけない。 えーえー、牧師さんあなた大丈夫ですか牧師も人間であります。神が何をなさったのか神が人間の死というものに何をなさったのかというのが今日のメッセージなのであります。そしてそのことを私たちは神がしてくださったこととして信じ受け取るつまり神が死というものにメスを入れられた。 じゃあ神様がどのようなことでその死、人間の死にメスを入れそして死に対して説明をする死に対して解釈をする死を悟るのではなくてある意味では死を破壊してくださった神がですよ死をぶち壊してくださったぶち壊すというのは死から出てくるということですよねまさによみがえりであります 死を神はぶち壊してくださる。そのぶち壊すっていう時に、まあ言葉は激しい言葉ですけども、じゃあその死の原因である罪。じゃあ罪はどうするのか。罪を抜きに死というものを解決できない。それで罪というのが十字架ですよね。イエス・キリストが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの キリストの身代わりの死がある。そしてこの死が、キリストのこの死が本当に効果があるの本当なの本当に身代わりになっているんですか死にっぱなし。死んでおしまい。もしそうであるならばわからないのですね。イエス様。 私たちの罪のために十字架にかかってくださったことはまあ本当だ。そしてイエス様はその後、まあ、遺体になった。ね、十字架から降ろされて、死体になった。ですから、この,今日の、の読,読む前の箇所の、マルコの15章の42から47節、そのことを書いてますね。まさに死体という言葉を使ってますよね。イエス様は死体になったわけです。 でその死体を引き取ってそしてイエス様のイエスの死体をですね葬ったまあええー、あっみたいなですねそういうところにこう埋葬したじゃあイエス様の死体はどうなるのか当然腐ってきますよね仮装はしませんから腐って骨だけになるですね 骨だけになるえ。そして骨だけになったとしたら、まあ、まあとにかく、ね、立派な競争。あえてちょっと突き放した人間的な言い方するならば、やっぱりそれなりの、やっぱり立派な競争というかですね、ちょっとこう、ね、それなりのものですから、やはりありがたいですよね。で、ここでまあ、ありがたいイエス様のお骨という話に、 なっていくまあそういう偶像礼拝はしないにしてもこの女たちはこの、えー、イエス様の,その死体に香油を塗るためにちょうど日曜日の早朝ですねこの安息日が明けた、まあ、この復活の朝の日曜日の早朝にこの墓に出ていった目的はイエス・キリストの復活を待ち望んでいないですよね ずっとこの女たちは、この、イエス様のこの十字架の場面を見ていた。いやいや、もっと前からですよね。裁判が終わったあたりから、イエス様がこう十字架に向かっていく十字架を背負って、その道すがらね、見ていた女たちですね。で、これずっとこう記録されています。まあ、ある意味では、女性って強いな。ね、確かにそうかもしれませんね。 生き死にのかかった時に意外と女性は強い。まあこの場面もそうです。でもその女性も結局はイエス様の遺体に紅葉を塗る。ここが人間が私たちが最高最大良心的にできることですね。決して悪いわけではない。ある意味では非常にまあ感心すると言いましょうかね。ああ この女たちすごいな。下手したらね、お前もイエスの一味かっていうことって殺されかねないのに、そうですよね。ある意味は勇気を持って。まあ、これが実現したとしたら、お許しを言え、まあ、かろうじてもらって、イエス様の遺体に紅葉を塗る。思い出でございますね。思い出。イエス様はお,やお優しいお方だ。 イエス様はこんな素晴らしい神様のことを私に話してくださった。いやいや、イエス様は私の家に来てくださった。ですね、マリアはイエス様のですね、えー、足に香油を塗ってですね、注いだ。紅葉注いだ。まあ、そのような出来事で、イエス様の教え、 イエス様の人格イエス様のお優しさそして私の人生にとって本当に貴重な3年半だったもうかけがえのない私の宝物人生のねもう誰が何と言おうと私の本当にあの3年間私の宝物ですねそして そういう意味で、そういう意味で、イエス・キリストが私の心の中に生きていると表現してもいいわけです。わかりますよね。そういう意味で、イエス・キリストが私の心に復活をしていると表現してもいいのであります。これはキリスト教に限らずあるでしょう。自分のひょっとしたらひたし、 買った方ですね親とかおじいちゃんおばあちゃんですね。なんか自分の心の中に生きている。いやいやもっと立派な方のですね。まあ歴史に名が残るようなまあそういう宗教者の人格教え。まあいろいろあると思います。お釈迦さんでもいい。ソクラステスでもいいのでありますね。じゃあそれと同じようにこの死んだイエス・キリストを。 今申し上げた、この女たちが思うような、考えるような意味において、イエス・キリストを信じている。イエス・キリストが、まさに私に決定的な影響を与えた。私の人生を変えた。そして、私にとって宝物。私の心の中は、そういう意味で、イエス・キリストの思い出、イエス・キリストの教え、何でもいいですよね。 ひょっとしたら、イエス様の遺品もあったかもしれませんよね。イエス様が触った、何ですかね、そういうものが。ものすごいあったと思います。それを御所大事にね、これ私の大切な思い出。いや、ある意味では、私のお守り。ね。これ、だってイエス様触ったんだしとかね。イエス様から何かいただいたとしたら、これが私のもうお宝なのよ、お守りなのよ、って言ってね。なんかそれをこう拝んでもいい。だから、キリスト教がそういうふうに、 なってもいいなってもいいとなるわけです。なると思います。なる。ところが、そうなってない。もしそうなあの、そのような今、女たちがするようなことになったとしたならば、他の宗教とほとんど同じになるわけですね。ですから、あえてキリスト教というか、イエス・キリスト、いや、キリスト教というよりも、イエス・キリストを信じる意味がない。 まあ意,味な意味がないまで言わなくても、どっちでもいいという話になるわけです。いやいや、どっちでもいいどころか、ちょっとかわいそうだよね、もっとかっこいい派手な宗教の方がましじゃないの、なんかこう、ちまちまね、弱々しい、なんかこう、ね、みすばらしい宗教じゃないのっていうふうになってくるわけです。 いやこれは私が言うんじゃなくて、これは開いていただきますと、コリントビトへのみの15章の12節から19節にそのことが書いています、274ページ。これはあの裏表紙の,あの説教用紙にはちょっと書かなかったんですけども、つまり復活否定なんですね、イエス・キリストの復活を否定し、死人がよみがえるということを否定して、 あと他全部信じる。十字架も信じてもいいわけです。キリスト教の素晴らしいものを全部信じてもいい。だけどたった一つ、イエス・キリストの復活だけは信じないというような、そういうキリスト教だとしたら、どうなるのかということをパウロはここで言ったのでありますね。 えー、15章12節、まあ、さっと言いますけれども、さて、キリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが、死人の復活などはないと言っているのは、どうしたことか、次いにからですね、もし死人の復活がないなら、まあ、キリストもよみがえらなかったであろう、もしキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの選挙はむなしく、あなた方の信仰もまたむなし、ですね。選挙、メッセージ、何かこう、大事なことを伝える。 宗教的な大事なことを伝えるのも虚しくなるわけです私ももし復活がなかったらもう虚しいことを伝えてることになるわけですね信仰も虚しいもう信じたって虚しいよ やめになったらそんな信仰はって話ですね。すると私たちは神に背く偽証人さえなるわけだな。なぜなら万一死人が蘇らないとしたら私たちは神が実際蘇らせなかったはずのキリストを蘇らせと言って神に反する証を立てたことになるからである。で、この蘇りっていうのは事実蘇りなんです。心の中に イエス様の尊い教えとイエス様の人格と思い出が本当にあってまさに私の心の中にはイエス・キリストが生きてますという意味じゃないまたイエス様が死んで、ね、尊いお方だからイエス様の死んだ魂がイエス様の霊魂が、ね、あの神の世界それも一番高い、ね、一番近い神の世界に行っていますよという意味でもないことです事実,事実イエス・キリストは死から蘇ったというこのことなんです ここをいささかもごまかしてはいけないんです。あの、信じる方も批判する方も。信じる方も批判する方も。いささかもごまかしちゃいけない。もし、クリスチャンが殉教師するとするならば、いろんなことで殉教師してもなし。あなたのこれが間違ってるっていう形で迫害されるわけですよね。じゃあ、何を間違えた何がおかしいって一番言ってほしいかというと、キリストの復活なんです。 牧師さん、あなた見てたらちょっと頼りない牧師さんですよね。つって、馬鹿にされる。ね。ちょっと悲しい話ですけど、それは殉教じゃない。いや、あなたはダメで、ちょっと情けないけど、あなたはキリストの復活を信じてるんですよね。やめなさい。ね。そんなのおかしい。そんなの真理じゃない。そのキリストの復活を否定、ね。やめなさい。もう信じるのやめなさい。だったら迫害しません。それが迫害のポイントになる。信じる方もそうですね。 もし復活がなかったら、神がよみがえらせてないんだから、そうですよね。実際よみがえらせてない。実際って言ってます。架空の話や、また、神学のお話、悟りじゃないんです。神が実際キリストをよみがえらせたのかどうか。もしよみがえらせてなくて、よみがえらせたよみがえらせたとね、嘘、嘘800言ってるんだったら、もうとんでもない話だってことですね。 十六節。もし死人が蘇らないなら、キリストも蘇らなかったである。もしキリストが蘇らなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、また出てきましたね。信仰は空虚、信仰は虚しい、空っぽ、何もない。どうしてか、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。罪は解決してないよ。罪か解決してない証拠として、死んだままじゃないのということなんです。 だから、罪の解決があるならば、復活がある。死から蘇るということが起こって当然。それを神がなさるということですね。十八節、争奪すれば、争奪するとキリストに会って眠った者たちは、 滅んででしまったのであるもし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば私たちは全ての中で最もれむべき存在となるってこの最後のことですたった一つなんですよキリストの復活のことなんです他のことじゃないんですキリスト教の豊かな教養を身につけてくださいねキリスト教だって結構いいものがあるでしょうそうですよね思想的にも えー、文学的にも宗教的にも決してバカにするような宗教じゃないことはそれはもう否定するものもまあ一目置いてますよねだと思いますそれは歴史を証明してますだとしてもそうじゃない復活なんです復活の一点を否定するならば神はそんなことしてないよもっとちゃんと言うと自分がじゃなくて神なんです 自分がそう思うかそう思わないかじゃなくて本当の神様がいらっしゃるとすればその本当の神この世界を創造されそして私たち人間の命を与えそしてこの世界をご支配しておられるその神は死というものに対してどうなさるのかお手上げ神もお手上げなのか神がキリストによってキリストの復活によってその 人間が罪を犯し死んでしまうというその人間の存在をひっくり返した神がですよ。神がひっくり返した。死という壁を神がぶち破った。それな何。何が起こったの？そんなことどうして言えるの？それがキリストの復活だということなんであります。で、それがなかったらまさに。 この女たちのように、イエス様の死体に行為を塗って、そして今申し上げたようなことを、ただ延々としていくに過ぎない宗教になったということなんです。で、人間の思うことはだいたいここまでですね。皆さんの思うことも、私の思うこともだいたい常識的に、良識的に最大限考えて、この女たちの、この、 することなのでございますとするならばパオロが言うような本当に哀れな存在となってしまうそういう中でキリストはよみがえったのであります神がイエスキリストを死からよみがえらせたそれはキリストの十字架の死十字架のあがないの死が 確かだったからです。間違いなかったからです。神がその御子の十字架の死を受け入れた、良しとされた。誰も文句はつけられない。そうですよね。その罪の身代わりとして、あのような刑罰を神の御子イエス・キリストはお受けになった、受けたからですね。私たちにとりましたら、自分の罪はどこ行ったのか。 自分が今まで犯してきた罪、神の前に立てない罪、永遠の御国に行けない罪、その罪がどこいったのか、いつまでも御所を大事に自分は抱えてて、そして人間は所詮死ぬんだ、しょうがないんじゃないか、ね死というものはどうすることもできないんだ、真っ暗な死、薄ぼんやりとした死。 その先は少なくとも全くわからない死ですよね。いろんなこと聞いてますよね。皆さんも聞いてると思います。でもわからない。でも、キリストが本当に死んでくださった。凄まじい死を死なれた。私たち罪人の死をキリストは死んでくださった。あの死は本当だ。本当に神から裁かれ、死んでくださったあの死そしてその死があるから、蘇りがある。 十字架についたお方だからよみがえるです、ね。単にこの復活というのは、人が、ね、よみがえるんですよということを言ってるわけではないのであります。たった一つの例外、たった一つの事例、この世に来られた神の御子であるお方、キリスト、罪のなかったお方が罪のために死なれた、そのお方がどうなったのか。 そして、イエス・キリストを信じるという信仰を持つならば、キリストがどこにいるのかというのは非常に大事なことなのであります。ですから、この、えー、えー、見か言ってますよね。すると若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザビとイエスを探しているのであろうか、ですね。 イエス様を探す理解の程度はそれぞれ違っていると思います。すね、当然ですよね。人間関係っていうのは理解度っていうのはこうやっぱり違うわけです。そうですよね。私にしてみたら A さんが非常に分かってる、B さんはあんまりよく分かってないとかね、皆さんもそうです。でも、イエス・キリストってお名前を聞き、そしてこのように礼拝の場に出て、そして、 だんだんこうイエス・キリストが分かってくるときに、そうですよね。イエス、イエスを探す。イエス様ってお方になお、こう近づいてみたいな。イエス様ってお方はもっと知ってみたいな。知る価値があるな。いや、信じる価値があるが。いや、信じました。いや、信じた、信じたからこそもっと知りたい。信じたからこそもっとイエス様はどういう方かということに、と、時に、イエスを探すわけですよね。じゃあ、どこ行って探したらいいんですかっていうことなんです。 まさに。女たちは、もう繰り返しません。イエス様の死体のところに行った。イエス様の死体がそこにあって、そしてイエス様の死体にね、あ、紅葉塗るために。そこにはもうイエスはおられない。イエスはもう死体ではない。イエスは蘇られた。 イエスは蘇られてここにおられない。死の世界にいない。墓にいない。あなたはイエス様を求めてるでしょう。ね探してるでしょう。いや、ちょっとでもイエス様ってお祈りなさるでしょう。じゃあそのイエス様はどこにいるんですかイエスは蘇られたここにはおられない。イエス様は蘇ったのであります。もうイエス・キリストは死の世界にいない。 蘇った。死を打ち破って、そして復活なさった。それでそのことを神が、神がなさった。キリストの復活というのは、神が人類の死に,つい死に対して、私の死に対して、神が何をなさったのかということなのであります。あなたの信じる神様はどういう神様ですかいや あなたはもし神を信じたいと言うならば、どういう神であれば信じる価値があると思いますか死というものに対してはお手上げ。死に対しては降参の神でいいですか他のことはまあまあね、ご利益をくれたり、まあまあ、死後の世界いいところに連れていくような神かもしれない。だけど、死というものに対してはもうお手上げの神か。 本当のいける神はキリストによって死を打ち破られた。えー、あの聖書を開くとあれですのであの、時間がなくなりますので、この裏,プ裏のですね、裏表紙の説教用紙には、ローマ人の手紙の4章の25節に書いてあります。主は私たちの在家のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえらされたのである。 まあ、聖書を開いてもよろしいですけども、今日、この見言葉が、え、教会学校の暗証聖句でございました。主は私たちの在家のために死に渡され、私たちが義とされるために蘇らされたのである。主というのはイエス様のことです。で、受け身です。受け身。受け身。イエス様は、私たちの在家のために死に渡された。渡されたっていうのは、あの、 エリエリエルマ裁くために、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。神は見捨てた。渡した。ね。あるいは放り出したわけです。渡す。あの、人質を渡すとかありますよね。もう自分の手が及ばないでしょ。神は私たちの財界のために、イエス・キリストを死に渡されたんです。 これが十字架。じゃあ、神は、その、イエス・キリストに対して何をなさったのかというのは復活。私たちが義とされるためによみがえらされたのである。よみがえらせられた。これも受け身です。だって、死んだ者はどうすることもできないんじゃないですか。イエス様も同じですよね。死んだっていうことは、自分からその力があってムクムクムクって出てくるんであれば、それは死じゃないんですよ。 まさに、まだね、どっかに命があるから、イエス様がムクムクって蘇ってくださった。違う。じゃあ、キリストのよみがえりって誰を、誰がしたのか神がした。神がイエスキリストを死からよみがえらせた。イエス様は受け身なんです。イエス様は死にっぱなし。イエス様は何もできない。これが死というものですね。そのイエスキリストを よみがえらせた。それは何のため、私たちが義とされるため。神がキリストにな成してくださったことを、そしてそのことが私たちにも同じようにしてくださる。次の見言葉。しかし事実キリストは眠っているものの発穂として死人の中からよみがえったのである。さっき申し上げましたね。この復活ありえない。単なる蘇生ではない。 魂があの世のいいところに行ったんではない。死から蘇って永遠に生きる。もう一回寿命が来て、120度か150度になって、やっぱり死ぬのは復活とは言わないんです。蘇生しただけ。そうではない。蘇った後永遠に生きる。蘇った後永遠に生きるというその復活蘇りをキリストはなさり、そしてキリストだけではなくて、今度、 私たちの番だ。信じる者の番だ。その、え発、ー、歩。先駆け。野球で言えばトップバッター。として、キリストは蘇った。というのはこの御言葉なんですね。しかし、事実。キリストは眠っている者の発歩として、真の中から蘇ったのである。復活というのは、復活されたならば、その人に会うことができます。さっき申し上げた、 えと自分の思い出だったら自分の心の中でご所を大事にね、まあ、悪口言われようと <laughs>、ね、自分の中で大事にしてたらいいじゃないですか。いや、イエス様の魂があの世に行ったって信じるんであればそのなのイエス様だけじゃなくて他だと言いますよね、あの世に行った、別に大したこと,たことないというかね、まあ、それはどこにでもある話ですよ。 じゃあ、それぞれみんなね、自分の心の中で信じるのが宗教じゃないですか。まあまあ、まあお好きなようにお、お信じになったらいかがですかっていうのは、なんかそういうこう、ことになるわけです。そうではない。キリストが蘇ったということは、出会える、出会えると言ってるわけです。そのメッセージが7節今から弟子たちとペトロのところに行ってこう伝えなさい。イエスはあなたが言うとより先にガリラアに行かれる。 かねてあなたから言われた通りそこでお会いできるであろう。生きてるお方だから会うことができる。それも人格的に会うことができるんです。そこにい,らしいる人と会うという意味ですよね。人格的に会うことができる。なぜ簡単ですよね。蘇ったからです。 生きておられるお方からです。それも永遠に生きるお方だからです。二度と死なないお方だからです。誰に会ってくれるのか。ペテロです。もちろん弟子もいますね。今から弟子たちとペテロのところに、は、節らせってます。ペテロ。あの裏切り者のペテロであります。イエス様は、あのペテロに、あなたは私を三度知らないと言うだろう。 その時に、イエス様は、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと言われたのであります。もうすでに、まあ、宣告承知と言いましょうかね。まあ、ある意味はお見通し、彼が。知らない。まあ、知らない。知らない。ということを知っている。そして彼は、裏切ってしまった。さっき申し上げたように、女たちは、けなげにも、十字架の場面、十字架、 あそして遺体を引き取りに男はどこ行ったのか、筆頭の弟子であるペテロは何やってんだ、どこで何やってんだ、映画を作るならば、いろいろ創作、想像することもできます、でも聖句長は沈黙してますよね、ペテロがこの期間、何をしてたのか。なぜならば、えー、書く必要がないからです、どこにいようと何しようと、彼の心はどうだったのか。 今更、イエス様の前に出られろうか。自分が、メシアとして信じたお方を裏切ってしまった。どの面下げて、イエス様と言えようか。いやいや、もう、まあ、キリスト教と言いましょうか。そんなものはもう、いい、こりごりだ。いやいや、心はあったとしても、今更、ごめんなさいとか、なんとか、 そんな心ですよね。彼はイエス・キリストの言葉を思い出した。私はあなたの信仰がな,らなくならないようにあなたのために祈った。あ信仰とは自分で築くものではないんだ。神が与えるものである。キリストが私たちに与えてくださる。これが信仰。だから復活信仰もそうなのでありますね。ペテロは 私は私があなたを愛していることはあなたがご存知です。あのガリラヤコでね、ここでガリラヤで会えると言ってますよね。あのガリラヤコ、ヨハネの福音書のあの場面ですね。ヨハネのコシモンよ、私を愛するか。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。先ほど申し上げましたように、弟子たちはその後復活されたイエス様に出会って、 イエス様のの復活の証人になっはいい人でしたよ、ね。イエス様って神様のことを教えてくださいましたよ。じゃなくて、まあ、もちろんそれ,それも含まれてますが、イエス・キリストはよみがえった、イエス・キリストの復活の証人として世界に出ていった、そして迫害されるとすれば、もし攻撃されるとすれば、どのポイントで攻撃してほしいのか、皆さん、皆さんもそうです。 クリスチャンとしてどのポイントでケチをつけて欲しいのかってと、復活なんです。一番肝心な大事な部分。あなたはキリストの復活を信じているだろう。そこがある意味では迫害されるのか信じるのかのポイントになるわけですね。で、それが命なのであります。それが神がしてくださったことなのであります。ペテロは復活されたイエス様にお出会いしました。ああ、羨ましいなあ。 私もと思います。残念ながら現代生きる私たちは、この肉眼の目で復活されたイエス・キリストの姿を見ることはできません。でもこの肉眼の目で見,見ることはできなくても、この聖書によって、そして私は復活されたイエス様に出会ったというこの証言によって、私たちはイエス・キリストを信じる。復活して生きておられるイエス・キリストを信じる。信仰を。 持つことができるのでありますね。そしてその中で私たちの人生観が世界観がそして死後観が自分でじゃなくてこのキリストを信じることによっておのずと不思議に開かれてくるのであります。それはでは真っ暗。 ベールに閉ざされている、どうかっていう中で、この復活されたキリストを信じることによって、ある意味はそのベールが開かれてくる。永遠の世界が見えてくる。ええ、なんか神秘経験する何か変な宗教経験するの。違います。しっかりと御言葉を聞いて、そしてこのように生けるキリストを礼拝する中で、私たちの人生生生き方がおのずと、 おのずと変わっていくということが起こってくるんですね。二つの御言葉を紹介して終わります。一つは、私たちの信仰告白、あの、裏表紙に書いております。ローマ人の手紙の十章の九節から十節。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死にの中からイエスを蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、 口でで告白して救われるからである。からあこのことを告白する、このことを心に信じて言い表す何、何を何を、ね、もう何か分かりますね。ここに書いてありますね。神が死人の中からイエスをよみがわらせたことを信じるわけです。まず神がイエス・キリストに何をなさったの イエス・スキリストを死かららよみがえらせたそのことで生ける神は死を打ち破,ら打ち破った。ということは、信じる者も死からよみがえる。それが2番目の御言葉ですね。ピリピンの3章の20から21。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストが来られるのを私たちは待ち望んでいる。 イエス様の再利ですよね。じゃあ、イエス様の再利の時何が起こるのか。彼は万物をご自分に従わせる力の働きによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。もちろん、トータルのね、人間、霊も心も体もトータルな人間のことを言ってますけれども、でも、言ってることは体ですよね。ボディ、この体のことです。私たちが朽ちて腐って死んでいく。 老化して病気になっていろんなハンディを負って最後は夫婦を言って死んでいくどんな健康な人でもそうですねその中に私たちは生きてるじゃあ人生ってそれで終わりで死んで終わりなのかその後とよみがえりがある私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形イエス様の復活された体と同じ体に変えてくださるいつ,いつイエス・キリストが再臨された時 これは未来来ですね将来このことに私たちは希望を持って生きている。自分は死では終わりではない。自分の人生は死で終わりではない。いや、死ぬけれども復活がある、よみがえりがある。そしてその後に、永遠の神の御国に入る。これが神がですよ、神がキリストによって私たちに与えてくださったことなのでありますね。そのことを本当に単純に、その通りに信じる信仰が キリストを信信じる信仰なのでございいまますすお祈りいたします驚くことはないあなた方は十字架につけたナタレビとイエスを探しているのであるがイエスはよみがえってここにおられないイエス・キリストが私たちの罪のために十字架におかかりくださりそして死からよみがえられた神はイエ,スイエスを死からよみがえらせたというこの福音を この救いを、このメッセージを今日私たちは聞くことができてありがとうございます。ただ信じます。そして私たちもキリストを信じることによって永遠の命があり、蘇り蹴りがあるということを本当に感謝いたします。暗黒の中に、死の中に、滅びの中に行くのではなくて、命の中に、光の中に、復活の中に私たちが入れられる、 神がそのことをしてくださると、本当に驚くべき、まずは驚くべき、信じられないようなことを、神がキリストによってしてくださることを、本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖三式をいたしますので、49番の1節。